今日はですね、鵜来島、水島郡庄に来てます。で、このポイントなんですけど、水島の、奥の奥というポイントに今日は来てます。で、今日はですね、2019年、発売のプロトロット、2号の50で、お長狙いでやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。結構ね、曲がり。竿が胴に乗って、魚はこう全然叩かんような感じやね。なんとかめちゃくちゃ苦労したけど、ね、なかなかええ竿の曲がりで、かけて、一瞬かけて絞った時にね、綺麗に胴というか、本当ガマ調子らしい、曲がり方をして、なんか魚がね、一瞬ふっと浮いてくるんですよね。ウクロ沖の島にしたらね、まだまだ小さいけどでも太鼓もあって、いい竿のテストになったと思います。どうしても軽さだけを追求すると、オナガとか、特にオナガなんですけど、取る時に竿がぶれたりですね、竿が弾く感じになってしまうんですけど、今回このプロトロットを、使用した感じでは、そんなことが全くなく、本来の、ガマ磯の、ガマ調子というかね、本来のいいところが出てるんじゃないかなと思います。本当にすごく綺麗に胴に乗って、そこからこうブレもなく耐えてれば勝手にこう魚を起こして来てくれるような竿です。特にこうオナガ取る状態としては、やっぱり魚かけてから何秒間なんですよ。
で竿にしっかりその時に胴に乗ってくれて魚を瞬時に寄らせてくれる竿じゃないと、なかなかオナガって取りにくいと思います。特に沖ノ島ウグルの場合は重量が半端じゃないんですよ。でその、大きさもそうなんですけど、その重量に負けない竿、そういう竿を作っていかないとやっぱりオナガって、取れないと思います。これはちょっと飲まれてるかもしれない。小さい割には引くな。おお、粘い。粘いな。しわいこれ。小さいのに。まだね、こう竿にこれぐらいのサイズだとまだ余力がありますね、これね。どう、多分本来ならもう少しこの上から曲がると思うんですけど、まあなんとかね、50ぐらいのお腹が、まあ、釣れていい竿のテストになったと思います。でこの針がぼっこり飲まれてましたけど、飲まれてもね、やっぱりガマ調子のこの粘い竿を使ってもらうと、角度さえハリスというか道糸の角度とかハリスの角度さえ間違わなければね、飲まれてもこういうお腹が取れてしまうので、はい、ぜひ期待してください。まあ今日はなんとかいいテストになったんで、まあいい竿が出来上がってくると思います。